はい、えー、皆さんこんにちは、えー、インターロップ東京の、えー、事務局で SHONET の担当しておりますナノオプトメディアの鈴木と申します今日はですね私の方からは s h、えー、ネット t、えー、具体的にどんなことをやってるんだろうっていうのを少し皆さんにご紹介したいと思います来場者の皆さんからですねあんまり見えないところなんでですねこうやってちょっとご説明させていただかないとなかなか分かりづらいかなと思います前回の動画で、えー、ショ o n e t はネットワークを作るプロジェクトだっていう風にちょっとご紹介したんですけれども じゃあ具体的にどういうふうに作ってるんだっていうのをちょっとご紹介したいなと思います。でこれはですねえ幕張メッセの会場の中でえまあメンバーが皆さん集まってミーティングをしてる風景ですね。こういう感じで皆さんがよく展示会でご覧になるブースが立ってる幕張メッセとはちょっと違う感じですけれど今年はですね4月の1日から9日の間ですね9日間えみんなここに集まって実際に 機材持ってきてですね、ネットワーク機器ですね、ネットワーク機器とかサーバーとか、ラックとか、光ファイバーとか、そういったものを持ってきて、全部組み上げて、でご提供いただいた回線で都内のデータセンターとつないで、そこからインターネットに出ていくっていうですね、いうようなところまで、この期間中に作ります。あと、一番大事なのは、この総合接続検証ですね、総合接続検証を実際にその機器をつなげてですね、ネットワークにつなげて、その、 機能が動かかどううやってみようといなのですでこれ何のためにこういうことをやってるかっていうとまあ今の時代に求められるネットワークってこういうもんだよねとか2年後3年後ネットワークはこういうふうになっていくべきだよねっていうのをみんなで考えてですねそのために必要な機器のテクノロジーをですねどんどんここで検証していくというネットワークの業界にとってインターネットのにとってすごく大事な場所で あると思いますこれホットステージって我々呼んでるんですが、えー、残念ながらこれは一般のお客様、えー、ご来場の皆様にはご覧いただくことはできませんなぜなら、えー、まだ発表してない最新の機会だとか、えー、そういったものもですね多数参加しているので、えー、この空間の中は、えー、メンバーの間だけでちょっとやらせていただいているというようなところですね。それかからら、えー、4月の10日から13日日 ととということになりますと、えー、来場者の皆さんがやってくるものももうすぐということで、えー、ここの段階では出展者の皆さんが幕張メッセに今度集まってきますで出店ブースがどんどん出来上がっていくんですね。で幕張メッセ今年は4ホール、えー、違う3ホールから456ホールまで、えー、ありますけれどそ,のそれとです、ね、国際会議場ですね。えー でインターロップ東京を開催されるんですその会場内の隅々はですね、えー、このネットワークの配線を持っていってインターネット接続ができるような環境にしていきます。それから、えー、今までそのこのこっちのですねホットステージの期間中にやってきたことをですね皆さんにご紹介するための飾り付けとか発表の準備というのもこの4日間で実際にやっています。 そしてやってきました4月の14日から16日ですね、今年のインターロプト協は、この3日間、カリメッセで開催をされるわけですが、この3日間でですね会場内にあるすべての出店ブースに、超高帯域な回線のインターネット接続環境をご提供しています。 とということはこれそれまではですね結構実験的なことをいろいろやってたんですがこの段階に来るともう実際にインターネットを接続する会場内のネットワークインフラとしてショーネットは機能してるわけですね実際にトラフィックが流れますとでその中で動いてるものをですねこうやってラックの前に人いますけれどえ見ていただくというようなことになります。 それからですね来場者の皆様にも無線 LAN を使ったインターネットアクセスショーネットを通じてインターネットに出ていくようなアクセスをご提供いたしますそういったトラフィックもこのショーネットを通ってですね外出ていくわけですねでそういったそのどういうふうに動いているかっていうのをご紹介するアクティビティとしてウォーキングツアーだとかステージっていうようなものもですね多数ご用意をしておりますでこの3日間の最後ですね16日の最終日の皆さん会,会期が終わって来場者の皆さんが お借りになられた後でですすねねわずか数時間ですね全部で2週間半幕張メッセに泊まり込んでやるんですけど、わずか数時間ですね全部壊して梱包して機械は皆さんのメーカーさんにお返しするんですね。そういったようなことが取り組みとして行われています。この長い期間ですね幕張メッセずっと借り切って我々こうやってネットワークを作る取り組みをしているわけですね。 まあこれ一般のお客さんにこの特にホットステージ見ていただくことができないのでなかなか伝わりにくいんですけどえまあ我々ショーネットという取り組みの中ではこういうことをやくとやってるんだよということを皆さんにしていただきたいなと思いますはいえではですね今回の動画はここまでになりますえ次回もですねえもう少し突っ込んだえ今の取り組みのですね内容をご紹介していきたいと思いますのでえぜひお付き合いくださいありがとうございました